クマネズミ、クマネズミ、クマネズミ、英名、ブラックラット、学名、ラトスラトス、または、英名、アジアンラット、学名、ラトスタネズミは、ネズミ目、月詩類、ネズミかマネズミ属に属する大型のネズミ一種。同族のドブネズミ、小型のハツカネズミと並んで、人家やその周辺に生息するネズミ類、イエネズミの一つ。江戸時代の日本では、マネズミのことを、 タネズミと呼んでいた。ヨーロッパやオセアニアのラトス・ラトスとアジアのラトス、タネズミを別種とする説もある。日本には主にラトス・タネズミが分布するが、鹿児島県や父島では雑種が見つかっている。同種とする場合は、ラトス・ラトスが共通の学名となる。世界各地に住む。日本にも、ほぼ全域に生息するが、2世紀頃に人間と共に、 大陸から渡ってきた、フミゼン気化動物と考えられる。東南アジアの森林地帯が原産で、暖かく比較的乾いた場所を好み、人間生活への随伴性を身につける前は、樹上生活が生活の中の重要な要素であったこともあり、高所への上り降りが得意。英名にルーフラット、屋根ネズミとも言うように、天井裏を想像しく駆け回るのは、このクマネズミであることが多い。 近年、都会のビル街で増えている。一方、中央アジア原産のドブネズミは湿った場所を好み、高所との行き来がやや不得意なので、建物内でも、近い以下に多い。東道町146から240ミ、mm、リメートル、尾長150から260ミ、mm、リメートル、あと足長22から40ミリメートル、体重150から200グラム、熊ネズミの尾長は、東道町と同じか、 それよりやや長い傾向がある。これに対して、ドブネズミは、お腹が東道町よりやや短い傾向がある。背面は、褐色ないし肺褐色で、覆面は、単行褐色や、黄色みを帯びた灰色、または白色。耳は、比較的、大きく、前に倒すと目が隠れる。これにより、ドブネズミ、耳が、比較的、 小さく、前に倒しても目に達しない特別することができる。入頭数は10から12。染色体数は、ドブネズミと同じく 2n イコール42。ただし、染色体、生科学的、形態的特徴から、オセアニアヨーロッパの R ラトスと、アジアの R タネズミに分けられるという見解がある。前者は、染色体、数に n イコール38。 校舎は 2n イコール42であるという。クマネズミの多くは建物内に住むが、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島では畑の周辺や森林内などでも見られ、半樹状性生活をするものもあり、無人島にも分布する。建物内で暮らすクマネズミはビルや天井裏など比較的乾燥した高いところに生活する。 高さと幅が10センチメートルくらいの空間を好む傾向がある。手足の肉球に滑り止めとなるだがあって等半力に優れ、電線や水道管なども巧みに渡ることができる。小笠原諸島など温暖な島では昼間も見られる。一方で、都会では夜間に活動する。ネズミ道と呼ばれる壁伝いの通路では、毛皮がこすりつけられるため、壁に黒たは、 灰色のサインが残る。ネズミミチは黒ずんでいるものがほとんどであるため発見は容易。雑食性で種種類、穀物や果実、またはその加工品が食物の過半量を占め、動物質は比較的少ない。動物の肉や魚介類はあまり好まないが、ゴキブリなど昆虫類は好んで食べる。水分補給のため柔らかい茎や葉なども摂取する。 かつての日本家屋では、天井に営像するクマネズミと、台所や下水道に撤居するドブネズミが、生活の場を住み分けていた。ハツカネズミは、もともと他の2種と比べると少ない。その後、戦後の都市化とともに、地下街や下水道など湿った場所を好むドブネズミが、勢力を伸ばしたが、1970年頃からの高層ビル建築ラッシュとともに、 乾燥した高いところを好みと反力に優れ、配管等を伝って、フロア間を自由に行き来することができるクマネズミが目立ち始めた。現在、都内での調査によるとネズミ関連の相談件数で、種の断定が出たものの9割合以上がクマネズミであり、住宅の屋根裏などに住むネズミのほとんどがクマネズミとなっており、都会の高層階でもクマネズミが大量発生している。 クマネズミは他のネズミより警戒心が強く捕獲しにくい。殺素材に耐性のある肝臓の毒体者能力の高いものが多く現れており、捕獲が難しくこれも増加の一因となっている。ビル内は一年中温度が一定に保たれているため、冬でも盛んに繁殖し、東京では特に夏季に繁殖活動が上昇しており、主要都市を中心にビル内で クマネズミが増殖し続けている。ただし例外的に北海道の札幌市では衰退しつつあり、日本の他の都市と比べて道路幅が広いことから都市の区画間の移動が阻まれ遺伝的な交流が妨げられているのではないかという仮説が提唱されている。近年では殺素材に耐性のある肝臓の毒体者能力の高いものが現れている。クマネズミ以外のネズミにも 同様の体制を持つ個体が見られるようになり、これらを含め総括して、スーパーラットとバレる。スーパーラットにも効く、殺素剤も研究されて、現在では薬局などで市販されている。ただし、スーパーラットのほとんどがクマネズミである。妊娠期間は21から24日。胎児数は2から18死で、平均5.5死を産む。子は、生後20日ほどで離乳し、 12から16週で生成熟する。寿命は野外で1から2年。捕食者は猫、イタチ、フクロウ、ノスリ、アオダイショウなど。家ダニはクマネズミに多く寄生する。伊豆諸島ではスツガムシとペストのみの主要機種。小笠原諸島や南西諸島では関東重血戦中の主要機種である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。